そういえばこれ、樹海も結構来てるけど、一回も試したことない。本当にこれで、磁石狂うのか？大して狂わねえな。どうも、千葉急です。樹海動画です。ゆっくりナレーションです。今回は、長寿ゾーンで出くわした、二度と行きたくないエリアのご紹介です。というか、今ご覧になってる場面が、まさに二度と行きたくないエリアになります。まず、長寿ゾーンとはですが、長寿ゾーンは、樹海の西側に位置する、長寿湖や長寿民宿村があるあたりのエリアのことです。その長寿ゾーンのこの辺に、ハイトラックがある場所に通じる廃道があるのですが、地図で言うと、その廃道の北側にある、おおむねこのエリアになります。二度と行きたくない理由については、また後ほどご説明しますが、そのエリアについては、長寿口登山道からも、はっきり視認できるようにも思えます。なお、今回の樹海探索も、例の人探しという目的がありました。なので、長寿口登山道から、ある程度潜って方向転換し、登山道と平行に進もうとしています。それでは、そのゾーンを探索している様子を、しばらくご覧いただければ、と思います。どう説明すればいいのかな。見た通りの説明をするとしたら、岩がゴツゴツしていて、アップダウンが激しく、木々の間隔がやたらと狭い。あと、倒木や枝が多く、一手を遮っている。そんな感じになるかと思います。崖やアップダウンが激しいというのは、樹海の他のエリアでも、普通にあることなのですが、このエリアは、他のエリアと植生が異なり、一木の間隔が、妙に狭いように思いました。そのため、移動ルートの選択肢が少なく、他のエリアと同じような、結果的に方角を合わせる形で、楽なルートを選ぶ、という手段が困難になります。では、他のゾーンはどうなんだ、って言いますと。こちらは、団地ゾーンを歩いている様子です。確かにアップダウンはありますし、ヤブも生えていますが、木々の間隔は広く、ヤブもかき分ければ進めます。ルートの選択肢は豊富ですし、正直慣れれば、そこまでストレスになるようなエリアではないです。で、再び障子の、二度と行きたくないゾーンです。体感的な問題だったのかもしれませんが、こちらは木々の間隔が狭く感じました。こんな感じのエリアが、出発から10分くらい続きました。何だったのだろう、溶岩の質の違いとかで、植生が変わってたりしてたのかな。これは、障子ゾーンの目星エリアを歩き、先ほどと同じあたりに戻ってきた時の様子です。冒頭でもご紹介しましたが、今回の樹海探索は、人探しという目的もあったので、長寿ゾーンの、長寿口登山道と平行に、潜る深さを変えて、往復した形になります。というわけで、最初に潜り始めたあたりへと、再度向かっていたわけなのですが。編集するのに、改めてこの動画を見ているのですが、なんとなく、植生が変わったというか、狭い間隔の細い木が、なんとなく増えてきた気がします。はい。崖の向こう側は、完全に地獄です。植生が変わり、木々の間隔が狭くなりました。地だな。やべえ。これちょっとやばいぞ。完璧に体力削られるやつだ、これ。ところで、樹海探索者の中には、デスゾーンって言葉を使う人もいます。崖や藪がひどくて、自殺志願者も入ってこないようなエリア、という意味だそうです。いや、なんというか、
このゾーンは、自分にとってはデスゾーンでした。はい。ちなみに、話に聞いたのですが、剣徳道場から樹海の音へのルートと、鳴沢道から剣徳道場へのルートが、特にヤバい、とのことです。理由はいろいろあるようですが、崖によるアップダウンが激しく、さらにヤブで行く手を遮られる箇所が多いから、とのことです。はぁ、これ元住道かな。あー、つわ。取り合ってたわ。というわけで、無事に廃道に出ることができました。繰り返しになりますが、このゾーンはマジできつかったです。初見の方には、正直お勧めできません。今回の動画はこちらで以上になります。ご視聴ありがとうございました。